増してまいりました決起軍の登場だ。タイガーマスクのリーダーとしての頑張り、それからあの高野真嗣の危なきプロレスへの執念、その2人がこの福岡で合体いたしました。さあキッド・スミスのカナディアンパワーに挑みます。あの石巻大会では合格と合体実況にやられた高野、それからお正月の後楽園ホールではパワーに翻弄されたタイガー中野、今夜は借りを返しと言っています。タイガーマスク高野真嗣組、決起軍の強さをこの博多っ子にアピールしたい、決意も新たに決起軍登場してまいりました。タイガーマスクと高野真嗣チームであります。さて反対側のコーナー、キッド・スミスの入場だ。キッド・スミスを超えてみよう、これが総帥ジャイアント馬場さんの若手への命令でございます。しかしキッド・スミスの快進撃は続いています。一番やりがいのあるのは全日本マットと、殴り込んできただけにもう意気込みが違います。さあダイナマイトキッドとデイビーボーイ・スミス、あっという間にリングに到達することでやりましょう。これまでヤングパワーをことごとく粉砕しています。そして大阪大会では今やってまいりました天竜組を相手にすることが決定しています。さあ福岡大会だ、タイガーマスクに高野俊治、2メーターの高野が力でもテクニックでも絶対に負けまいと言っています。さあ決起軍最強大型コンビが相手、今夜の福岡決戦、キッド・スミス、この壁を叩き割ったら今度は天竜との対決が待っているわけです。ダイナマイトキッド、デイビーボーイ・スミス、拍手が沸き起こっています。福岡大会です。本日のセミファイナル高橋45分一本勝負を行います。ラオコーナー260ポイント、デビーボーイスミス。さあブルドックス、まずはデビーボーイスミス、タフで力があって強い男です。ダイナマイトキッド、まさにカミソリの切れ味でしょう。爆弾小僧ダイナマイトキッド、闘志満々、決起軍に新風を吹き込んでいます高野。完全復調、マスクも一新しました、ニュータイガーマスクだ。さあ45分の一本勝負、福岡大会キッド・スミス連戦連勝でありますが、タイガーマスクと高野俊二、さあ一矢報いることができるかどうか、これがキッド・スミスであります。新春の全日本マットをまさに独占しているかのような感じ。馬場さん、そうですね、キッド・スミス強いですね。そうですね、まあ、非常に、お互いに力が似てますでしょ、はい、コンビネーションがいいですからね、はい、まあ、長年パートナーでもこれ以外にやったことはないというチームですからね、しかし馬場さん、石巻大会では2メーターの高野真嗣をいやいや持て余しているようにも見えたんですけども。そうですね、はい、でも彼らはね、このぐらいの大きさはもうニューヨークで慣れてます ですからね、はい、そう気にしないと思うんですね。ああそうですか、そのニューヨークでですけども高野はチャンピオンになってますもんね、強くなってますからね。強くなってますね。さあ高野リズムが出てまいりました。本当に顔つきさえ変わってまいりました。今年の高野俊二には期待ができそうです。負けません、デビュー・スミスを通した。さあ体をうまく使います、体は柔らかい高野、巻き投げ一戦、デビーボーイ・スミス腰を打ったがスッと立ち上がる、ちょっとバランスを崩したか、今立て直しを図りました。さあ高野スミスの頑張りが今日の勝負を決めることでありましょう。しかしマッハのタイミング、スピード、このスピードのレスリングは本当に目を引きます。デイビーボーイ・スミスであります。キッドよりもむしろスミスの動きが本当に目につきます。さあ両方の手首を取りました、デイビーボーイ・スミス、今プロレスがもう本当に面白くてしょうがない、こう言っております。デイビーボーイ・スミスとダイナマイトキッド、ブルドックスであります。さあ今度は反対の攻撃であります。タイガーマスクが出てまいりました。馬場さん、タイガーマスク選手も正月から非常に威勢がいいですね。そうですね、威勢がいいですけども、やっぱこのスミスに比べると胸の厚さとかね、胸の幅、はい、やっぱりそのタイガーも大きくなったなと思うんですけども、またこのスミスの方が一回り大きくなってますよね。タイガーマスク現在185センチ、110キロ、そして現在戦っているデイビーボーイ・スミス182センチ、同じく110キロであります。さあ軽々と持ち上げます、リフトアップ、そして今度はキッドを呼び込んでまいりました。キッドのパンチが飛ぶ、サイドのヘッドロック、動きが速い、体から当たった、キッドが踊る、今度はテイク飛行、インターナブルカスター、大騒ぎ博多っ子の気持ちに触れています。
人気があります。ダイナマイトキッド、ロープを背負います。タイガーマスク、さあ殺気がみなぎります。リング上、福岡国際センターであります。さあタイガーマスクを曲げていられない今夜の相手であります。決起軍は2連敗ですからね、ババさんね、このキッドスミスにね、なんとか石報いたいですね。さあキッドが攻め込んでまいりました。密着で俵返しで返した。コーナーには高野がいる。大型高野、2メーター120キロの高野、セカンドロープに落ちた、登った、そして落ちた。さあ2位落としてまいりました。背中にパンチ一戦。さあ今度は飛ぶか、バズーガ砲がいくか、飛んでいくか。今度はショルダースルーだ。キッドを叩き落とした。自信満々高野、いい立ち上がり。さあ大きなパンチを打っていくが、この頑張り、体は全く違うんですけれども勢いが感じられます。さあダイナマイトキッド、デビーボーイスミス、2人がかり、うわヘッドバット、デビーボーイスミスの、さあヘッドバット、そして踏み投げ、あっという間に試合の流れを変えてしまいます。ブルーのコーナーであります。本来ならババさん、タイガーマスク高野俊二が赤のコーナーで戦わなきゃいけないんですよね。そうですね、高野もね、はい、やっぱり2メートルあるのに、この人たちのこのサイズと同じスピードと、その同じように戦うんですよね、はい、やっぱり自分が大きいんだから自分のスタイルを出さなきゃいけないんですけどもね、それがやっぱり出せないでいるというところに問題があるんじゃないかと思うんですね。あ、そうですか。なんとか叩き潰したいなと、こう試合前に決意を語っておりました今夜の高野俊二。本人は今年きっぱり言っています。豪快なハードアクション、それからバイオレンスアクションをどん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 見せていく、絶対に手を抜かない、こう語りました高野であります。意気込みは十分に感じられます。去年まではババさん、時折ちょっとムラがあったんですがね、そういうところがなくなりましたね。練習も非常に熱心であります。さあ練習嫌いは返上した。高野ますます強くなっていくことでしょう。さあ得意のキングコングバズーガニードロップ、これをこのスミスに打ち込めた。おリフトアップ、そしてダウンか、リフトアップ、そのまま投げ切るか、天井まで持ち上げた、落とした。すごいすごい、この力、デイビーボーイスミスであります。182センチ110キロ、それほどのヘビー級、体が大きいと思いません。しかし上半身の筋肉、この力こぶ、いや本当に大きく大きく体を見せます。そしてレスリングを大きく見せます。レディーボーイスミスとダイナマイトキッド。さあ今度はキッドの攻め、秘密式のバックブリーカー、高野が完全に捕まってしまいました。ブルーの陣内から抜けてることができません。さあタグマッチの鉄則、三角状。さあ決起軍は赤いコーナーに連れ戻したいところでありますが、どうしても、キッドスミスのコーナー、もう一回振り投げ一戦、そして上半身を取りに行きます。腕を絡ませました、キッドであります。さあキッドであります。さあなんとかこう逃れなくてはいけません、高野真嗣。さあどうでしょうか、メガトン級のドロップキックがあります。そして破壊力のある2ドロップもあるんでありますが、これを全く殺されてしまっています。ダイナマイトキッド、ベイビーボーイスミスであります。ところで馬場さん、このキッドスミスも、全日本はアメリカ遠征が決まっておりますけれども、どうなんでしょうか、一緒に対抗してアメリカに乗り込むんですか。カンサスティには来ますね。カンサスティ出場するんですか、はい、ああそうですか。相手チームはまだ発表できませんかね。いやこれはね、やっぱり夢のカードですからね、そのロックンロールエクスプレスとね、対戦をさせたら面白いんじゃないかというね、やっぱりそうですか、 NWA の人気チームとですね、WWF の人気チームとですね、はい、やらしてみようというのがね、やっぱりアメリカのファンのね、願いなんでね、ぜひこれを実現したいと思いますね。あ、そうですか。画面では今このデビーボーイスミスが高野を攻め込んでおりますけれども、今の話ちょっと続けたいと思いますが、今全日本のマットで肌に復活したキッドスミス、この勢いで2月の2日カンサスシティに乗り込みまして、今ババさんから発表がありましたロックンロールエクスプレスと対戦があるということであります。これまた非常に楽しみになってまいりました。さあちょっと背骨を一手間打たれました、高野俊二、ここはタイガーマスクの出番です。さあ相手はドラマイト、デビーボーイスミス、うまくフライングボディアタック、体を合わせました。タイガーマスクです。タイガーマスクも、海外遠征に出発いたします。この2月の2日のカンザス大会というのは、89年の全日本プロレスのアメリカ遠征の第1弾ではありますけれども、世界タッグ、それからこのダイナマイトキッド、それからデビーボーイスミス対ロックンロールエクスプレスの対決、本当に面白くなりそうであります。アメリカでもカンザスでも馬場さん評判を呼ぶでしょうね。そうですね、非常に楽しみですね。
さあ勝負の方です。高野が背骨をかなり痛められました。ここはタイガーマスク一人での戦いでしょう。さあキッドが出てまいりました。キッドに体を合わせます。ドラッグキックが飛んでいった。タイガーマスクそしてスピンキック豪快、相手を場外に送り出した。さあスライディングキック連発、フェンスまで飛んだ。プランチャーで行くかタイガーマスク、踊りますタイガーマスク。もっと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 ギラギラしたものを植え付けていかなくてはならない。俺についてこい、俺についてこい。そしてこの正月一番最初についてきたのは高野俊二だということを言っておりました。もうついてこないやつは切って切って切り落としていくと、このように強気な発言。タイガーマスク結局何かやりそうだ。キッドの左のラリアットを覆いかぶさったタイガーマスクであります。馬場さん、決起軍の5人衆の今年をどう占ってますか。もうね、ついてこれないのは、まあ、置いていくということを、ね、これはもうこれでいいと思いますね。いいと思いますか、ね、そうですか、なるほどね。今はタイガーマスクのパートナーは高野であります。高野を非常に勝っております。現在のタイガーマスク大きく大きく成長していかなくてはなりません。決起軍です。決起軍も馬場さん、そういう意味では今年勝負の年でしょうね。そうですね、特にね、田植え高木がね、はい、あの体をその行かせきれないとね、やっぱり置いていかれちゃうでしょうね、はい、そうでしょうね。さあ頑張れ決起軍、ダブルの攻撃、合体殺法、タイガーマスク、高野俊二、2人がドロップキックを打ちました。跳躍力があります。さあ決起軍は今のところこのキッドスミス2連敗、一矢報いたい。今日はいい展開でありますが、まだまだ押しているのはキッドスミス。さあダイナマイト、いやデビーボイスミスが出てきた。うまいキック、セカンドロップで乗った。さあキングコングバズーガニードロップ、いい距離だ、これなら飛べるぞ、これ飛べるぞ。あ、奥が上がってしまった。ドロップで、さあ合体だ、タイガーマスクが飛んだ。フライングボディープレス、勝つか富山、勝つか富山、勝つか。もう一回いった、フライングキングコング2、バズーガ2が飛んだ。素晴らしい連携、馬場さん見事ですね。そうですね、ここで離れたらもう一つやってもらいたいですね、はい、さあ勝つチャンスが訪れた。今度はパワースラムが真っ逆さまに落とされた。さあベイビーボーイスミス頭を振る、こういったシーンは今まで見られなかった。かなり追い込んでいるぞ。タイガーマスク高野俊二、今度は右の肩に乗せました。さあオークラホマサンピーター、豪快です、一気にかわします。さあデビーボーイスミスのこのパワーはなんだ、すごいパワーだ。もう一回今度はタイガーマスクを乗せて、そしてキッドにタッチ。キッドがさあ石巻大会と同じか、相手を飛び越えて空中ダイビングヘッドバット、高野に追いかぶさった。ダメ、石巻でもこういう連携が見られたんです。まさに高角度合体図式、ダイナマイトキッド、デビーボーイスミス、今日もやられました。勝つチャンス十分にありましたよね。どうですかキッドスミスの連携は。いや、連携もですね、力もありますしね、スピードもありますからね、まだこれでもキッドが少しあの体調悪いんですよね。ですからこれキッドに体調が良くなったらこれますます怖くなりますね、はい、ですから高野がね、この大きい体をかえって相手に利用されちゃうんですね。あの上上げられて投げられたらね、やっぱり自分大きいんですから、自分の方がダメージ大きくなっちゃうんですよね、はい、なるほどね。ですから今度大きい体を利用して相手を攻めることを考えた方がいいと思いますね、はい、なるほどね。今夜も高角度によります合体頭突き殺法ダイビングヘッドパットによりまして、ダイナマイトキッド、デビーボーイスミス完勝であります。